こんにちは、ウッディーベルです、今日はですね、韓国料理のですね、スンドゥブチゲ作りたいと思います。でまずですね、調味料なんですけど全部並べました。でこれに関してはですね、分量については概要欄の方に書かせていただきます。で今回私はこれだけの材料をですね用意しましたけど、今はですねもうスンドゥブチゲの素っての売ってるんですよね。ただ非常に私にとっては高価なので、今回もですね、ホルモン島田さんの方からご提供いただきました。こちらですね、そうですね、まずニンニクは絶対使います。ホルモン島田さんの俺のニンニクとホルモン島田さんの俺の塩ですね、この2点をですね使って調理したいんですけど、面倒な方はですね、もうできてるものを使った方がキャンプは簡単かもしれません。ただ私は料理たくさん使うんでですね、調味料をなので、今回これだけの量、種類を用意しました。はい、早速ですね材料の紹介に入りたいと思います。はい、椎茸とエリンギと玉ねぎと長ネギなんですけど、今回細かったんで、3本使ってます。はい、で真ん中にあるのがですね、豚のロースのお肉で、これもしゃぶしゃぶ用の超薄切りのお肉を使ってます。はい、これからですね、ユニフレームのですねライスクッカーの方にお水を張って、それで沸騰させます。はい、いつも通り音がうるさいんですが、沸騰するまで待ちたいと思います。はい、材料紹介で一番大事なものを忘れてました。はい、スンドゥブチゲですから、豆腐が入ってなかったらスンドゥブにならないですよね。はい、これをですね、もう材料の中に入ってます。はい、でお湯なんですが、あともうちょいですかね、もうちょっとで沸くと思います。はい、沸きましたね。はい、沸きました。はい、いつも通りですね、トッピングを全部入れです。お肉固まっちゃってますけど、本当は薄いお肉なんですよ、これしゃぶしゃぶ用なんで。はい、もうトッピング全部入れですね、どんどん入れます。玉ねぎですね、あとネギ、エリンギ、はい、ちょっとこの上品な入れ方だと時間かかってますけど、手でですね、もう1枚入れちゃった方が早かったですね。はい、いつも通りですね、手際が悪く申し訳ありません。はい、こんな感じで、ユニフレームのですねライスクッカーの中には1リットルの水を入れてました。はい、これでですね蓋をして、火が通るまでと思ってます。はい、沸騰しましたんでですね、豆腐の方を今から入れたいと思います。めんどくさかったらですね、もう一丁ドバッと入れてもらっても構わないんですけど、せっかくなんで、崩れないようにですね、これ豆腐はもうすごく安い絹豆腐です。私ですね、ある年齢に達したらですね、木綿豆腐がちょっと辛くなって食べれなくなっちゃったんですよね。なんでかわかんないんですけど、喉越しがですね、もうなんか木綿豆腐はちょっと厳しくなってしまったっていうのが現状なんですけど、でもうそれ以来もう20年か30年かわからないですけど、もう木綿豆腐は食べてないんですよ。はい、これでまた蓋をしてですね再沸騰させたいと思います。はい、煮えてきたのでですね、調味料入れていきたいと思います。ホルモン島田さんのですね、あ、これダメだ、これダメ、俺の塩、あ、塩じゃない、ごめんなさい、俺の塩じゃなくてですね、ホルモン島田さんの俺のニンニクですね、小さじ1杯分、粉もですね。はい、なんでこれ使ったかっていうと、ケールスプーンが入らないですよ、きっと。はい、次にですねエビペーストですね、こちらです。
これをですね小さじ2杯入れたいんですが、これは瓶が大きいけど、大きいのでスリ切り2杯ですね。粘度が、粘着力がすごいんですぐ出ないんですよね、はい、調味料入れるのにこんなに時間かかってたらダメですよね、手際が悪くて。はい、続いてですね昆布だしですね。昆布だしなので1リットルのお水なんで小さじ 2杯ですね。はい、小さじ2杯、はい、入れました。すごい香りが、昆布の香りが上がってきましたね。こちらですね、貝の出汁、これ今皆さんが使ってて結構評判いいんですよね、この貝の出汁。これも小さじ2杯入れます。ちょっと多かったですね、ちょっと2杯目少なくします。はい、はい、小さじ2杯入れました。はい、続いてですねだしだですね、だしだも小さじ2杯入れたいんですが、中に突っ込みたくないんでこちらですね。はい、はい、続いてお酒ですね。料理酒、料理酒は大さじ2杯です。はい、入りました。次、みりんですね、同じ同量ですね、大さじ2杯。ごま油大量に入れます。すごい量ですね、これ。あんまり強くかき混ぜちゃうと豆腐が全部崩れちゃうんで、小さじ1杯分だけ入れます。はい、あと生姜なんですけど、こちらですね、もうチューブ使います。ちょっと少なめですけど、約2杯入れました。一錠は書いてないんですけど小さじ1杯入れます。あ、ちょ、すっげえいい匂いになってきましたね。はい、最後にですね、韓国の唐辛子ですね。ですから山盛り2杯にちょっとしておきます。はい、これもう結局4杯分ぐらい入っちゃったのかな。はい、すごい色ですね。はい、で、ちょっとですね材料を追加したいんで、どうしても入れたかったのはね、こちらなんですよね、見えないですけど、長ネギのキムチですね。これをこれだけ入れればですね、もっと本体入れたいんですけども、唐辛子たくさん入ってるんでこれ以上入れると辛くて食べられなくなっちゃうんで、でこの長ネギのキムチは煮えなくても生で食べた方が美味しいんで、生で食べても美味しいんでですね、はい、ここで最後にですね卵2個これ今沈んじゃいましたけど、崩しません、今回は。ですので、このまま、はい、入れちゃいます。多分下で焦げちゃうと思うんですけどね。はい。で、こんな感じでですね、あと卵が、に火が通るので、ちょっと煮込んでいきます。はい、また煮えたというサインが鳴ってますんで、はい、こんにちは。美味しそうですね。ちょっと味を見てみますね。もうすごいですね、マグマのようですね。これ今回の塩は一切入れてないんですよ。でも今回の調味料は全部塩分入ってますんでちょうどいい感じですね。もうちょっと煮込みます。あと5分ぐらいでしょうか。は
はい、もう煮えたと思います。こんにちは。すごい色ですね。いい色です。辛さもですね、あの唐辛子あんだけ入れたんですけど、そんなにびっくりするほど辛くないんですよ実は。辛さの中に甘みがあって非常に美味しいですと。はい、今回はですね、暑いですけど、どうせいっぺんには食べられないんで、はい、卵も入れましてですね、いや美味しそうですね。はい、ちょっと一旦止めましょうね。いつも思うんですけどガスうるさいですもんね、音が。はい、出来上がりました。早速食べたいと思います。スープですね。美味しいですね、はい、今回も大成功ですね。本当に美味しくできました。はい、よろしければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。